皆様こんにちは。今日は2020年7月25日土曜日です。この動画のテーマは制度にあるアメリカ領事館が閉鎖へ、アメリカと中共の関係が崩壊している最中です。ヒューストンの領事館、中国の職員ですが亡命しました。たくさんの書類を持って逃げました。昨日、北京が発表しましたが、制度にあるアメリカ領事館に閉鎖する通知を出しました。これは正当な反応だと言いました。そして、ヒューストンにある中国の領事館を閉鎖と命令されたアメリカに対して撤収を求めていました。アメリカにも72時間以内に閉鎖と通知ました。聞いた話では、この通知を受け取って、アメリカの領事は当日に帰りました、領事館を閉めました。この状態の前にトランプさんは言いました。もっと他の場所にある中国の領事館を閉鎖にする可能性がありますと言いました。ポンペオさんは北京からの外交官はアメリカの外交官よりも多いですと。でも昨日ヒューストンにいる中国の領事は言いました。アメリカの方が多いですと言いました。そしてアメリカの外交官は中国に行って自由な行動はできないと、中国の外交官はアメリカで自由な行動ができると。ので一体どちらの外交官が多いでしょうか。お互いは大使館は1つと領事館は5つあります。規模としては同じなんです。ただ中国はニューヨークでチームがあります。国連代表のチームです。ので実はアメリカより多いのは事実です。ニューヨークにいますので、でも国連の関係です。でもアメリカの外交のビザを持っています。この原因だと思います。まず、制度にあるアメリカ領事館について話をします。事件がありました。1、武漢ですが、武漢にあるアメリカ領事館ですが、今本当に人数が少ないんです。病気の中心地ですので、外交官は多分いないでしょう。いるのは最低限の業務ができるように少ない人数が残っていると思います。2、広州、上海ですが、これを閉めると北京にも影響が出てきます。解放ではなくなります。自分の企業もショックを受けます。制度にある領事館は1985年にオープンされました。業務の範囲は中継、貴州、チベットと雲南省です。閉鎖となっても実はアメリカに影響はないと言えます。これらの場所は経済が発展している場所というのは制度だけなんです。全体的に見ると中国の西南は経済が発展しているとは言えないんです。ただチベットにも関係ありますので、チベットとウイグルの関する情報を集めるというのはできないようにしたと言えます。制度の領事館がある事件がありました。王立軍事件です。キハクライに暗殺されそうということでアメリカの領事館に逃げました。2012年の時でした。つまり、シュー・ニクマンが指導者となった時でした。重要な事件でした。キー・ハクライが失脚しました。キー・ハクライが失脚した原因は王に関係します。2012年、王はアメリカの制度にある領事館に逃げました。彼は元中継の副市長兼公安局長でした。化粧をして中継から逃げました。制度に行きましたが、アメリカの領事館に入ってアメリカに亡命の要求をしました。当時の国務長官はクリントン大統領の奥さんヒラリーさんでしたね。当時トランプさんとの競争もしました。王はこの領事館に駆け込んで、キハクライは中継の特殊部隊を派遣しました。領事館を包囲しました。でその後国家安全警察はこの部隊をまた包囲しました。ので、当時の場面はすごかったです。映画でも、なかなか見ることはできないくらいです。内戦でも起きるかなと思いました。この時、一番重要なのはアメリカの判断です。王は
亡命の要求をしました。しかしヒラリーは、彼は宗教に対しました。無視しました。今まで政治上一番アメリカらしくないことです。この決定を聞いて私は思いました。ヒラリーは大統領には向かないんです。その後、この事件が起きてから中国の官僚はアメリカの領事館への亡命というのはなくなりました。みんな知っています。言ってはいけないんです。王は領事館に一日いました。でも次の日に北京に逮捕されました。15年間の懲役となりましたが、刑務所に入ってすぐに亡くなりました。どうやって亡くなったかはわかりません。きっと事故でしょう。亡くなるようにされました。彼は知っていることが多すぎです。生きていくっていうのは、北京にとってはリスクです。この事件があって、キーハプライが失脚となりました。その後、シュー・ニュクマンが指導者となりました。笑い話があります。中国では自由な表現をするとコメントが消されるということですので、みんな自分の不満な気持ちを有能な形で表現するようになりました。面白いです。制度にあるアメリカの領事館の引越し代は中国の株を買っている国民が払えましたと言いました。ヒューストンの中国の領事館の引越し代も中国の株式市場も払いましたと言いました。ので、今週はこの2つの引越し代は5兆円です。約90兆円ですが、株式市場が払いましたと言います。つまり中国の株式市場は激落です。中国のこのやり方でアメリカに対抗していくっていうのは意外的でした。外務省としてはこのようなやり方を取るっていうのは思わないんです。トランプさんの目的は中国との関係を切ることです。崩壊することですので、関係が崩壊してからアメリカは自由なもの、自分に都合の良い武器を使います。説明もいらないんです。なぜならお互いは対峙する状態ですので、この決定はきっとシュー・ニュクマンが決めました。彼のスタイルです。負けたくないんです。認めたくないんです。やってみる。それで対抗してみるっていう意味ですが、無理ならまたその時はその時ですという意味です。北京のこの反応はトランプさんにとっては都合がいいんです。望んでいたでしょう。トランプさんはアメリカにある中国の領事館を閉鎖にする目的はこのような行動っていうのは中国への挑発的な行為です。今回の外交的な事件の前にアメリカと中国との外交今回の外交的な事件の前にアメリカと中国との対抗というのは外交での対抗はなかったんです。外交の事件を起こすような条件がないんです。アメリカは今回は先に中国の領事館を閉鎖にするというのは挑発的な気持ちはあります。アメリカの行動から見てこの決定は外交官が決めたことではないと思います。急いでこの決定をしたと思います。政府が宣言して、外務報道官がまだ正式に発表する書類はできていなかったんです。記者が行きました。聞きに行ったんですね。ロータス新聞社が聞きに行きました。それからいろんなメディアが聞きに行って確認しました。ので、アメリカも準備万端で、この政策を決定したとは思わないんです。ので、ヒューストンの領事館、制度の領事館はみんな外務省が決めたことではないんです。政治家が決めたのですね。ので、トランプさんにとってはもうレベルアップしていく、もっと力強く入れていく理由ができましたと言います。ので、次は噂ではサンフランシスコの中国の領事館を閉鎖にすると考えていると言います。原因は人民解放軍の人間が身分を隠して訪問学者としてアメリカの大学で研究者として滞在しました。しています。それで FBI に呼ばれました。事情聴取をされます。彼はサンフランシスコの領事館に逃げました。領事館はこのような人を受け入れてこれはダメなんです。
何かが理由がないと彼を守る隠すことはしないんですね。中国の領事館というのは中国人に対して態度が悪いです。無視するよりはいい程度です。でも彼は大丈夫です。受け入れました。つまり自分の人間です。仲間です。でも分かりませんが、ニューヨークの可能性もあると思います。もっと痛いところを選ぶと思います。他の領域での復讐をする可能性もあります。そうすると北京の情報収集の工作にも影響が出ます。ヒューストンの領事館を閉鎖にすると言い出すと、領事館はチャーター機を用意しました。留学生を帰国されましたと放送されています。これはおかしいです。中国の政府は外国にいる中国人に対してどうでもいいんです。実はこのような待遇はないんです。このようなことをするっていうのは自分の工作員を帰国させることです。ダンゲルクの撤退だと思い出します。チャーター機で撤退することです。アメリカと中国の関係は崩壊的です。土砂崩れのようです。トランプさんはもう分かってきました。中国との貿易のことを捨てるとたくさんの選択肢が出てきます。それと選挙なんです。誤差もありますが、選挙ではトランプさんは有利ではないんです。新しい議題を作らないとダメなんです。以上の2つのことでトランプさんは中国に対して事前に警告もせずに急に領事館を閉鎖する命令を出しました。当時冷戦の時ですね、ソ連がアメリカにある大使館ですが影響はなかったんです。国際ウィーン条約というのがありますので、外交機関を攻撃してはいけません。それと滞在国は相手の了承を得ないと外交機関に入ってはいけないんです。もっと詳しいルールがありますが、外交官は免税です。外交機関の郵便物の検査も免除されます。外交機関は駐在国の法律に従わなくてもいいんです。これからはどうなるかは予測はできないんですが、いろんな領域でレベルアップして対抗対立するようになるのは予測できます。もっともっとひどくなっていくことを予測はできます。制度にあるアメリカの領事館ですが、職員は24時間で片付けて制度の空港に移動されてチャーター機で帰国しました。これは中国の中央テレビが中継をしていました。この国はもうどこまで行くのかと思いました。アメリカは大統領が出てきてスピーチをします。4人の侍も出てきました。北京の動きは誰もスピーチはしないんです。主席も総理も副総理も人民代表もですね、誰も出てこないんです。出てくるっていうのは外務省の報道官3人だけなんです。情報によるとアメリカのヒューストンにいる職員ですが、書類を持って逃げました。今 FBI に保護されていますと。本人曰く帰国後北京からの政治的な批判と叱りを受けたくないと言います。これはあり得ます。宗教はこのような人に対して悪人として扱いをします。国民に対して鎮圧だと言いますが、内部の人間に対して実はもっと厳しいなんです。ただこの情報っていうのは私は確認はできないんです。でも亡命はあり得ると思います。昨日言いましたが、アメリカは中国の人民を応援すると言いました。気持ちとしてはネットの壁をまず優先にしてほしいです。壁をなくしてこれが最大な支援です。そうなると海外の情報は中国の誰でも見れるようになります。考え方、知識、意識の改革にもなります。今日のニュースでは中共はロシアと手をつなぐ宇宙開発をすると、目的はアメリカへの対抗ですと言いました。ロシアに対して偏見差別はしたくないんです。ロシアはこの国の立地的に2つの顔をしないといけないんです。そして
周りの国に警戒する気持ちも実はわかります。このような国に対しては策略として無視をすることです。すべてのことと関係ないようにすることです。ロシアに援助支援してもらうとありえないです。大事な時が来るとロシアに首を絞められるというのはロシアのやり方です。これが基本的なスタイルなんです。アメリカがロシアに声をかけるのも間違いです。ロシアはどっちも応援しないはずなんです。ロシアが周りにみんな無視にされます。そしてロシアからお願いに来るのを待った方がいいと思います。中国がこれから宇宙に対してアメリカと対抗するっていうのはソ連の崩壊を思い出しました。ソ連の崩壊は経済の原因があります。宇宙への開発ということで財政がどんどん赤字になっていました。宇宙大戦の計画がありました。今回は危機の場になったでしょうか。留学のことですが、中国からアメリカの留学っていうのは基本はルートを閉鎖されています。アメリカだけではないんです。イギリスもオーストラリアも影響されています。東南アジアですが、実は中共は東南アジアの浸透は深いです。インドはまだ大丈夫です。シンガポールは中共のことがよく分かっていますのでまだ大丈夫です。東南アジアへの浸透というのはこの10年20年かけて浸透してきました。現在国内ですね、交通違反の罰金は厳しいですね、取り締まりです。深圳では1ヶ月3000万件の罰金を取っています。毎月です。5億円です。国がお金がない時に罰金しに出てきます。取り締まりです。毎月深圳だけで5億円の罰金を取ります。ありがとうございました。